Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Heki ちゃん。Happy birthday to you. どうも、プロボーラーの方です。いつもありがとうございます。今日はなんと、ヘキ週一プロの誕生日でございます。はい、ヘキプロのですね、誕生日を1ゲーム投げながらお祝いしたいと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。カットは頼むよ。 OK、 わかりました。ヘキさん、相変わらずヘキシャミーはですね、僕に話しかけてくれるので、その声も皆さんにお届けしたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。さあ、ヘキさんのバースデーに捧げる1ゲームです。はい、ヘキシャミーで吹いたピンアクション見ましたか。さすがヘキさん、トッププロですね。ボーリングなんて簡単だろ。はい、ヘキさんよく言ってます。ヘッドピンに当てればいいスポーツだと言ってます。はい、ということでこのまま行ってみたいと思います。ヘキさん頑張れよ。加藤、はい、皆さんもヘキシャミーの声聞こえますよね。ヘキさん調べたところですね、もう36歳になるそうです。もっと若いのかと思ってたら何気に言っていたのでびっくりしました。うるせえよカット。はい、見てください、笑ってますヘキさん。さあ、このままどんどんストライク積み重ねてお祝いしたいと思います。ヘキさんもですね、この間 YouTube 開設1年経ったと言っておりました。はい、僕もですね、誕生日の前の日ぐらいに始めて1年経ったんですけど、まあ、お互い約1年経ちました。本当にですね、いろいろ連絡取り合って仲良く、時には素晴らしいアドバイスをいただいたりして、切磋琢磨しながら頑張っております。もちろん YouTube だけじゃないです。はい、あ、すごい裏まで曲がりました。ヘキチャンネル、うがい手洗いヘキチャンネル、ちょっとボール吹きすぎましたかね。裏まで曲がっちゃいました。さあ、次はしっかりポケットに入れたいと思います。ヘキちゃん、恥ずかしがり屋のヘキちゃんがひどい点数だと怒りそうなので、さあ来い、イエーイ、ヘキバースデーですよ、ヘキバースデー。さあ、ボブレまで来たのに、来たので、そろそろヘッキバースデー歌いたいと思います。ヘッキバースデートゥーユー、ヘッキバースデートゥーユー、ヘッキバースデーディアヘキちゃん、ヘッキバースデートゥーユー。ということでストライクが出るかどうか、これはストライクでしょ。ほら、かなり厚めですけどストライク出ました。おい、カットしっかり投げろよ。すいません、ヘキさん、36歳おめでとうございます。もう一度言っておきますが、僕頭おかしくないんで大丈夫です。すべてが演出です。ヨンちゃんが向こうでゲラゲラ笑っております。さあ、ヘキさん、折り返しまで来ましたよ。
まあどうだ。おお、だいぶ暑くなってきております。2連続暑い。さあしっかりアジャストしないといけませんね。当たり前だよ加藤、頑張れよ。よし、言います。ヘキさん、前回水谷プロのシャミーでですねリベンジした時278点出ましたね。ヘキさんはそれを上回ることができるか。いや、上回るかどうかはもう全て僕次第ですね。さあ頑張ります。厚めにいってるのでアジャスト。さあ来い。よーし、ヘキちゃん、ヨンちゃん、カトちゃん、葉っぱつきました。さあ来ましたよ。ハッピーバースデーヘキチャンネル、あ違った、うがい手洗いヘキチャンネルでした。さあこれがストライク来たらヨンちゃんによるナインコールがあると思います。さあいきますよ。今ちょっと寄りすぎたのかな、ちょびっと薄かったですけど、しっかりスピードが出すぎないように気をつけたいと思います。はい、薄めに行ってしまいました。あーヘキちゃんごめん、ちょっと内側行き過ぎちゃいましたね本当に。まあ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 、最近本当に9発目が全然来ない。何もプレッシャーは感じていないんですが。はいカバー。さあヘキちゃん、残すは10フレームだけです。加藤さん、あんな薄めに当てる、すいませんヘキさん、300点で飾りたかったんですけどね。さあワンチャートして終わりたいと思います。さあ来い。はい、割れちゃいました。すっごい盛り上がっていただけに、このオチが何とも言えないですね。カバーしろよ加藤。はい、ということでこれをカバーしたいと思います。水ピーシャミを上回る勢いでいったにもかかわらず、はい、カトピーがバテてしまいました。さあ回ってこい。イエーイ、うがい手洗いヘキチャンネルです。うがい手洗いスプリットカバーです。さあ最後1球。さあこれをストライクでヘキプロをしっかりお祝いを締めたいと思います。さあヘキプロいきますよ。ヘキプロのバースデーに捧げるストライクいきます。オッケー、絞りすぎ。まあでもね、あの出すとやっぱ曲がりすぎていたので、あれくらいがちょうどいいと思うんですけど、やっぱちょっとスピードが速かったですね。なので5番ピンが右に倒れるような感じのストライクになってしまいましたが、はい、ヘキさん、ヘキさんのバースデーに捧げるゲーム265ピンでした。お誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。カトピーワールドもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。 Facebook、Instagram、Twitter もやっておりますので、ぜひ登録、フォローよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。